改めてプロフェッサー TV の公開収録続けていこうと思うんですけれども、今回のブンブンジャー放送みんないかがでしたか？正直言って親和性めちゃめちゃ高かったなっていうふうに思いますし、なんか無理やりな設定でこいつ出てきた中はなかったかなっていうふうに思いますし、エスミ・ソウスケらしく出てきてエスミ・ソウスケらしく去っていったなっていう、すごいなんだろう、一回限りただ出たんじゃなくって、ちゃんとブンブンジャーに出たその意味合いをソウスケがすごい残してくれたなっていうふうに思ったし、よりそのブンドリオとのその相棒のそのタッグだったり、その最後のさ、太陽のさ、相棒かっていうあの顔とかもすごい良かったじゃん。そうだから、なんか今回ソウスケがただ暴れて出たんじゃなくって、ちゃんとブンブンジャーに出た意味、ブンブンジャーたちが僕が出たことによって何を感じてくれたのかとか、なんかそういったところとかもすごい今回は、なんか考えさせられるというか、そんな回だったんじゃないかなっていうふうに僕は個人的に思います。ゴーウンジャーって他の戦隊と違ってスーツが一個も進化しません。はい。で、ソウスケというか、まあ、ゴーンジャー自体はじゃあ何で戦ってるのかっつったら、チームワークと、まあ、要は、仲間の、要は、絆。そう。要は、絆の強さと心の強さで、いくらでも強くなっていく戦隊っていうふうに僕はもう当時から言っていたんだけれども、今回、それが出てたのがすごく良かったなって僕は本当に思います。理屈じゃねえと。と気持ちの強さで全てを乗り越える、それがエスミ・ソウスケだっていう男。一般人ですよ、ソウスケって100トンで動けちゃうっていう、これがでもソウスケの強さで、まあ僕が今回ね、おそらくみんなから、質問が来るだろうなっていうところとか、あとは自分がそのブンブンジャー出て思ったこととかっていうのをちょっとずつ今話していきたいなっていうふうに思います。はい。まず、まあ、一番最初にもう俺言いたいこと言っていい？俺、渡辺監督とシンクロ率が 500% 過ぎて、俺もうね、この台本もらった時に自分が出てきた絵が全部分かっちゃった。もう音楽もてててれー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 、なぜかっていうと、目のアップあったでしょ、あれもう好きなんだよ。1話でこういう目があったから、わかる、あーって、そう、あったから、あのアップも好きなんだけれども、俺は戦ってる最中にメット外れてくれないかっていう。で、なんでこれじゃあメット外れるオーダーを僕が出したかって言ったら、僕実はブンブンバンバン劇場版、ソニンさん演じるマキと戦った時に俺メット取れるんですよ。さらに汚し隊員と一騎打ちした時、それも俺滑り込む時に汚し隊員の槍がここに当たってメットだけゴロンゴロンゴロンみたいな取れて、ゴーウンジャーの中でソウスケのメットだけはめちゃめちゃ緩いんですよ。簡単に言うとめちゃめちゃ取れやすい。ほう、だから今回その演出を生かしてくれないかってことで、僕は監督、俺今回アクション頑張るんで、そうで、これに向けてちょっと頑張って痩せたんで、スーツもちゃんと入るようにしてきたんで、どうか俺にアクションをさせてくれないかと。渡辺監督の答えはですね、ソウスケ、日にちがありませんよ。いや、もうこれに尽きるんですよ。だからもうちょっと日にちがあったらもしかしたらできたかなっていう面と、ただいろんなスポンサーの協力のもとにできている番組でもあったりとかするので、僕ばっかりが目立ってももちろんダメなわけで、それやっぱゴールレッドかっこよく映らないとやっぱダメだっていうことで、この目でなんとかいけないかというふうな渡辺監督の熱い説得回り、わかりました、目でいきましょう。いいですよ、どうぞ。はい、どうぞ。プライベートで、はい、その髪型をしたことはありますか？ないです。プライベートでこれはめちゃめちゃ目立ちますよ、本当に。大泉撮影所あるでしょ、あそこにさ、目の前にセブンイレブンがあるんですよ。で、割とみんなそのままの衣装でなんか行ったりとか、俺もうめっちゃ店員さんだから、俺のこと見ない、ずっと見ながらこうやって大体押せますみたいな、それこうなんだろうな、外に出るとやっぱ世界観が違うので、やっぱちょっと照れちゃうっていうか、
か。そうだからこの髪の毛で外に出ることはやっぱないですね、基本は。はい、じゃあ続いてどうぞ。ブンブンジャーでさっき言ってくれたように、はい、ここにスピードで入れたと思うんですけど、あのまま変身して、うん、スピードってどこに行ったらいい？いい質問ですね、これ、はい、俺、あ、空間に飛ばされたと思うんだけど、どう一緒にここにいるという考え方もちょっとありなのかなと思って。そう、あ、だってスピードの形があるじゃん。でもスピードってお分かりの通り、これソールとこういう側にキャストに分かれますよね。ということは俺のここにいながらソールはここにあったんじゃないかなという。どうぞ。後ろから助けに来てたってことですけど。ああ、後ろから助けに来てたってことですけど、その時はまたこっちに戻ったんじゃないかな。おそらく。はい、どうぞ。はい、モーニャンの記者会見の時に、はいはい、キッチレンジャーの緑が大好きで憧れの戦士って当時話されてたと思うんですけど、はい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 、16年経って今度はご自身が新戦隊から尊敬される立場、うん、いわゆるブライの立ち位置に今回近くなったんじゃないかなと思うんですけど。そうなの？どう感じてる？でもね、どうなんだろうね。なんかさ、当時からあんま変わってないんだよね、俺の中で。そうで、多分ソウスケもそうなんだけど、割と俺と似てる部分がすごくあったりとかするから、ソウスケが尊敬されるっていう風なことを思いながら戦ってないっていうのが多分一番あるのと、あとはソウスケはもうソウスケだから自分の思った道、我が道を突き進む、まあ、尊敬してくれたら確かにありがたいなっていう風に思うんだけれども、そこになんか忖度はしないっていうのが多分エスミソウスケなんじゃないかなっていう風に思うかな。今回神谷立てたのは何でですか？今回なんで、まあ、復活したのかって言ったら、鳥山明先生の、まあ、簡単に言うと追悼です、はい、僕の中の、鳥山明先生、僕本当に一度自分のことを、まあ、書いてもらいたかったなってくらい本当に大尊敬してたし、ドラゴンボールが僕の中でのものすごくバイブルだったし、悟空が、下級戦士の悟空が天才のベジータを上回るっていう、努力が天才を上回るって教えてくれた、そんな漫画を僕はすごい尊敬してるし、僕の中ですごく人生の生きる糧になってたので、まあ、そういった経緯で髪の毛を作っていたっていうところがやっぱ僕の中の原点になるので、やっぱそこは追悼の意を込めて、でみんながやっぱソウスケこの部屋で帰ってきてくれたら嬉しいかなっていう、まあ、思いも込めて今回は、お話もらった時からトップを伸ばして、ソウスケの部屋にできるように、ただもしこれがダメだって言われた時用に一応どっちにも行けるようにしてました。他に何があるかと言いますか。はい、どうぞ。本編で、うん、本編でさきちゃんのスマイルスマイルって言ったじゃないですか、はい、あの後のさきちゃんの反応どうでしたか。あ、もうさきが一番早くゴーンメンバーの中で俺に LINE もそれこそ Twitter でも反応してくれて、 Twitter に何て言ってくれたんだっけな、なんか言ってくれてましたよね。こうただ LINE ではナイスコラボみたいな感じで来てて、そう、あ、そうっすけど、なんかパワー、髪型がパワーアップしてるみたいな感じだったかななんかそんな感じで来てた気がするな。だからさっきは割と僕たちがそのコラボしたりとか、それこそね、何かじゃあスーパー戦隊レストラン行きたいみたいなこと言ったりとかしたら結構一緒についてきてくれたりとか、なんか割と協力的というか、そう、だからやっぱスマイルスマイルって多分見て一瞬でだから多分反応してくれたんじゃないかなっていう。だって俺タグ付けも何もしてないのに反応あったんで、そう、だからさっきが一番早かったですね。はい、ありがとうございます。はい、でも俺この付近でマジでバレないようにめっちゃセブンイレブンの店員さんにだけバレてたんだけど俺そこだけ以外にはバレないようにめちゃめちゃ移動はもう電車使わなかったし、これバレたらなんかさね、お、で、出るのみたいになるじゃん。この髪の毛で帰ったらやばい、おい、絶対そうじゃんみたいになるじゃん。もう言われたんですよ、フララさん、情報管理だけよろしくお願いしますみたいな。CM とか予告でさ、ゴーレットしか出てこなかったでしょ、うん、そう、あれも実は決まってたの、もう途中からフララさん、もうあれはゴーレットの方向で行って、前日にフラハラさんの手だけツイッターで出しますと、ほう、そこで匂わせますんでみたいな、ほう、いいですねやりましょうそれっつってだ、俺もなるべくなるべくださいね、もうめちゃめちゃ出したいんだよ、出したいんだけれども、もっとより効率よく盛り上げたいし、俺が出ることによってブンブンジャーも一緒に盛り上がってくれたらよかったしっていう思いがあったんで、今回情報管理だけはもう本当にすごい気をつけましたね。
ペの中で実はソウスケ君新たなものを何個かやってます。今回用に作られたグッズがあるんですよ実は。もうただみんなそれを多分気づいてないと思うんだよね。あ、じゃあヒント言おうか。ヒント言いますね。ヒントはここから出てきたものです。そう、コイン。実はゴーンジャー放送当時のものよりも 1.7 倍くらい大きくなってますあれはい。だから結構大きく、ゴーン当時ってこんくらいだったの。だけどこんくらいになってたこんくらいになってただから俺いつも通りさピーンってやったら全然止まらないの。あれ止まない止まないっつって、そう、そしたら、そうすけ、何回も飛ばしたんでしょう。あの時と変わってないですよ、本当に。そんなわけないじゃないですか。え、監督、いや、監督、飛びついてないからね。監督、あれ、これ、大きくなってますから、絶対飛びづらくなってますよ。はい、そしてもう一つあります。はい。ロードサーベル。え？ロードサーベル。ロードサーベルは、当時ものでございます。あれは。ロードサーベルに関しては、当時ものなんですね、実は。ちなみに、ロードサーベル、乗ってたやつあったでしょ。あれ福沢さんが振り回し、ゴールレッドが振り回してたロードサーベルと乗ってたロードサーベルは別物です。うーん、乗ってたロードサーベルはスーパーハイウェイバスター用のロードサーベルです。だから持つと劣化大残党くらい重いですめちゃめちゃ重いです。もう一つ実はですね、はい、ソウスケの靴が新しくなってます。ソウスケの靴がめちゃめちゃかっこよくなってます。ソウスケの靴、当時の靴がもう分離しちゃうの、この履いててちょっと切って止まっただけで後ろの丸がベロンって剥がれちゃうの。そう、だから今回の実は新たなグッズっていうのはコインとソウスケの靴が新しくなったのが正解でございます。質問逆にある方います？シャル大丈夫、今大丈夫、何ある大したこといいよ、大したことなくてもいいよ。最後にブンブンジャーがいつもエンディングの後に交通安全の、はい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 、その時は確か赤信号と、赤信号は渡らないっていうことをやってたのかね、うん、その時も実はあるものを入れ込んでるんだけどみんな気づかなかったかな。これ俺もであんま見えなかったもんな。ブンブンジャーの基地ってカーレンジャーとターボレンジャーとゴーオンジャーっていうハンドルがあるの知ってる？みんな後ろのところに、そう、よく見たらあるんですよ。そこに実はゴーオンジャーの銀次郎のちっちゃいやつが置いたの。で、その銀次郎を俺は出してます、はい、あそこで。で、それは銀次郎に対しての思いも実はあって、銀次郎って今もうこの世に存在しないんですよ。なんだっけな、浸水かなんかしちゃってそれでダメになっちゃったんだってっていうふうに聞いたことがあります。ただそれは本当かどうかわかんないです、これ見てないし。だから今回どうしても最後のところにあれ入れたいなと思って、無理くりスピードルこういうふうにやってるから銀次郎やってもいいでしょっていう考えのもとこうやって出して、出す意味で、それなんで出したのみたいになるけど、いや出させてくださいっつって、そう、それで出したのがあったりするから、実はそう、あの時はね、そういったことやってます。じゃあ、はい、どうぞ。正直、最後にの感想なんですけど、先週の、うん、来週もゴーオンジャー出るよねって思いました。あ、思った。いや、気持ちとしてはめちゃめちゃ出ないよ、気持ちとしては。だけど、多分ソウスケって、多分そこに居続けない気がするんだよ、なんかこう、なんか嵐のようなやつじゃん、ソウスケって来てさ、みたいなそう、だからソウスケらしいかなと思う。でも古原本人としてはまた出たいし、ビッグバングランプリに絡みたいってやっぱ思ってる、それはね。そう、だって同じレーサーだし、ソウスケが絡んだりとかしたら面白いんじゃないかなっていう妄想はやっぱりあるよ。だけれどもなんかやっぱりブンブンジャーだし、俺はまあ言うて過去のヒーローだし、だけど今回その中でもすごい台本で嬉しかったなって思うのが、ブンブンジャーのいる世界と俺たちのいる世界って一緒なんですよ。ヒューマンワールドって言ってたでしょ最後。そうっていうところで、みんなの中ではヒューマンワールドだからソウスケとか他のメンバーとかもいるんだなっていうふうに思ってくれたらすごい幸いだなって思います。やっぱり俺が今回、まあ、
ね、1人だけで出たけれども、俺たちはやっぱ7人で5音じゃだし、そう、俺たち以外のメンバーとかも、あのやってブンブンジャーが戦ってる中、何してるんだろうみたいな想像を働かせながら、今回以外の回とかも見てくれたりとかすると、なんかもっとブンブンジャーが楽しくなるんじゃないかななんて思ったりとか、だからなんか今回ね、ブンブンジャー、本当にいろいろツッコミどころとか、ね、多分あったと思うんだけれども、まあ、楽しんでいただけたらなっていうふうに、思いますし、今の話を聞いてまたねみんなで見返してくれたらなっていうふうに思います。今回の動画はヒーローニューサさん、ヤマちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。